低い、若い人の投票率が低いんです。これでは日本は衰えてしまう、水道を衰退してしまう。ぜひ投票してください。井戸瀬直樹です、よろしくね。富田健太郎、27歳ね。最近まで三井住友銀行の専従支店で働いてた。よろしくお願いします。って書かないでね、富田って書いてある。投票率で、投票率が低いと世襲議員とか宗教の議員とか労働組合の議員とか医師会の議員とか、そういう人しか受からなくなっちゃうんですよ。だから新しい血を、新しい血液を区議会に送り込む、皆さんの権利を行使していただいて足立区を変えていきましょう。足立区を変えるのは皆さんなんです。